ちは、初日のりみです。今回は一番一番に決まりました。とさとさ、めでたしめでたしということで、買ったものを紹介していきたいと思います、はい、何の喋り方まず最初、はい、じゃん、面白いお菓子パック。じゃあ何が入ってるかちょっと開けてみる、うん、なんかプラシエのね、チーク菓子が4つ入ってたね。4つ、あ、うん、はい、どうぞ。はい、ねるねるねるね、はい、懐かしいね。はい、ちょっと懐かしい、これ食べないよね。ていうか、しんちゃんはダメなの、苦手だよね。そう、私がちょっと苦手だから、うん、次、カラフルアイスショップ。初めて見た、ね、ね、かわいい、初めて見るんで、かわいい、これこれ楽しみです。はい、次、次はお絵かきグミランド。懐かしい、懐かしい、これ見た。よくやったよね、うん、はい、最終的にはさ、うん、全部黒くなる。あ、そう、混ざっちゃうんだよね。混ざっちゃう、最終的に全部黒くなる。最後、マジョマジョネルネ。おー、あ、なんかこれ私食べたことないけど、よくさ、うん、CM でやってるよね。そう、色が変わる、マジョとさ、色が変わるやつ、うん、味も変わるみたいよ。へー、最後の粉を入れるとマジョマジョネルネ、うん、味が変わって膨らむって書いてある。はい、これね、やってみよう、やってみよう。あー、おー、どれかにやる。やらない、今はやらないです。さすがに今やったらこれで動画が20分以上と。次、マジでこれ考えたぞ。はい、次、はい、じゃん、おぉ、のぐりラーメンですね。これはおいしいよ、これ。これね、コストコで前ママが箱でね売ってて、はい、たまたまね、はいはい、多分その日だけのなんか限定販売みたいな感じで売ってたので、試しに買ってみたんですよ。ママ辛いラーメン大好きで、好きだよねママ、はいはい、でね、買ったらね、よくパパとお昼とかに食べてたんですけど、はい、パパがいる日はね、パパそう、毎日いるわけじゃないんだけど。でね、リミちゃんもね、なんかの機会に食べたんだよね、一緒に。なんか夜にさ、ママがあ、そうだそうだ、これ食べて、そうついでリミも食べたり、そうそう、なんかお昼ご飯を遅く食べて、夜なんかもうご飯いらないねって言ってたら、ちょっとママたち小腹が空いちゃってラーメン食べようってなったら、リミもちょっと食べるって言って食べたのがきっかけだよね、うん、だからリミがめっちゃ美味しいってハマりちゃって、私辛いラーメンそこまでなんですよ。そう、シュワちゃんはそこまでなんだけど、リミちゃんはほんとね好きだよね、うん、なのでこれを見つけてリミちゃんはね、甘党に買うって言って買いましたね。なるほど、はい、だってコストコ売ってなかったんでしょ。そう、コストコね、もうね、新ラーメンしか売ってなかった。限定だったのがね、のぐりラーメン、多分その時の限定だったと思う。まあ、多いよ。いや、そういう問題じゃないでしょ。これは何ですか。これね、トトロからのお土産石だって。トトロからのお土産石、トトロからのお土産、どんな石が入ってるの。じゃあ開けてみましょう、うん、なんかこれお土産っぽい袋、うん、まいなになに、お、白い箱、うん、何が出るかはね、お楽しみってやつですね。いや、なるほどね、はい、ラインナップ的なのが入ってはない、石が入ってるみたい。ラインナップ入ってる、入ってるね、8種類だって、リミ。じゃあそのラインナップ見てみましょうか。8種類だって書いてあった。待って、見えちゃった。見えちゃった。確かに。だから見えちゃった。ラインナップもちっちゃいね。出てるかな？かわいい。こんな感じでございます。やばい、リミの当たっ、リミのやばいもの当たっちゃった。おーやー。はーい。じゃあなんだろうね、8種類の中から。あ、もう見えちゃってる？うん。じゃあ、りんちゃん、何が入ってたでしょうか。勉強の運が良かったな。勉強の石が良かった。へー、意外。りゃん、
おー、これはピンク？ピンクだ。これどれ？ピンクだね。ローズクォーツ、恋愛の石です。一番いらなそうなものだったね、リミちゃん。恋愛よかったね、リミ。恋愛運、異性運を高めてくれるでしょう。また、家族や友人との絆を深めてくれると言われています。お、家族と友人、意味。はい、じゃあ次行きましょう、はい、リミちゃん。次、じゃん、はい、顔なし、顔なしのね、顔なしの、なんだろうこれ、顔なしのお土産だって。顔なしのお土産、うん、顔なしのお土産って書いてある。下から取るや、見て、顔なし、かわいい、これちゃんだね。うん、これ普通に置いてもかわいいよね、置いてても。開けるよ、うん、下から開けるのね、うん、にゃん、なんか出てきた。お、出てきた、巻物も出てきたよ。こんな感じで中が空洞になって、なんかが入ってるってことだよね。なにこれ、なに、トカゲ、トカゲ、トカゲみたいな、ね、トカゲみたい、ほんとトカゲみたい、うん、ラインナップだった。リミ出たの、うん、黒焼き、黒焼き、黒焼きだって。ほんとだ、おにぎり欲しい、ね、おにぎりがおりんちゃん、おにぎりかわいい。次、はい、サイゼリアの間違い探し、これ本あるんだね。ね、皆さんサイゼリアに行ったことあると思うんですけど、はい、まあ、ちっちゃい子じゃないとね、あんま見ないかもしれないんですけど、お子様、お子様メニューの 裏だよね、うん、裏と思って、裏と思ってか、間違い探しってあるんですよ。裏と思ってっていうか表紙だね。うん、そうそうそう、で表紙も、表紙も間違い探しになってる。それで必ずね、我が家はこれを見つけてやってしまうというね。でも結構ね、難しいんですよ、全部探すのが難しくて。そう、大人でも難しくて、結局最後答えを店員さんにいただいちゃうというね、そうなんですね、パターンなんですけど、それの本を見つけました。はい、これはちょっと面白いんじゃないかと思って買ってみたんですけど、はい、今度ね、これしほちゃんとりみちゃんで対決しようかと思います。どっちが多く見つけられるか、面白そうじゃない？面白そう、ね、もう1個見つけた。はい、はい、ということで、あとね、一つリミちゃんね、筆箱を買ったんですけど、はい、それはね、また後日ね、学校に使えるのか、使えます、お楽しみに。これ買ったの？そう、しょうちゃんが出場しますけど。めっちゃ可愛いんだけど。ママがめっちゃおすすめしてきたんだよ。だってめっちゃ可愛いじゃんこれ。え、これ学校に持ってってよ、リミ。絶対可愛いよ。絶対みんなの注目だよ。いやな、注目やも。はい、ということでね、はい、筆箱はまた後日改めて紹介したいと思います。思います。はい、じゃあリミちゃんのお買い物は以上でございます。はい。ですね、ちょっとしほちゃんがね、買ったものが1個だけ、1個っていうか1種類だけあるので、それをさっとね、しーちゃんに見たいと思います。はい、みなさん、さようなら、さようなら、さようなら、バイバイ、バイバイ。はい、ということで、私が買ったのはね、こちらでございます。見てくださいよ、最近ね、流行ったジャンプの方で流行っている呪術廻戦のね、なんとこれ 3D マグネット出てくるんだよ、やばくない？すごいよね、うん、すごい、ビレ版でグッズがあるって聞いて、え、行く行くっつって行ったら、お人形しかなかったの、そのコーナーに、うん、それでお人形1個2000円して、それ4つはちょっとと思って、それで何も買わないでレジに行ったんです、うん、そしたらこれがね、12個ぐらいザラザラってあって、それでもう
レジの前って必要だよね。買っちゃいました。で今回10個あるので、はい。でね、ラインナップが15種類で一応コンプはしないんですけど、うんうん、あちょっと暗いねこの部屋、全然もうマイクの影で全然、ね、こんな感じの15種類です、はい、いやでも主人公が出てくれるこのね主人公なんだけど、うん、ユージくんが出てくれれば、ユージくんっていうの、そう、板取ユージっていう、うん、私は別に、じゃあ1個ね、どんなものか開けてもらいましょうか。はい、よし、じゃあまず1個目いきますね。はい、さあ結構浅く切った、浅すぎでしょよし、いきます。はい、1人目は、おお、こんなでっかいんだ、え、かわいい、めちゃめちゃかわいい、うん、なんかなんか 3D だね、 3D だ、やばい、カメラで伝わるから、五条先生で 3D 感、え、この 3D 感はすごい、え、やば、かわいい、かわいい、絵柄もかわいいした、うん、やば、やば、おっきいね、こんなおっきいんだ、もっとちっちゃいかと思ってた、ということで今回はね、ベレバンと、まあまあおまけだけど呪術廻戦のねグッズを紹介してみました、はい、まあ、一応呪術廻戦のこれはビレバンで買いました。そうなんです、はい、ビレバンのレジの前に売ってても、最後の最後でね、もうさ、ね、レジのさ前に置いてあるのってさダメだよね買っちゃうよねということで、でもよかったね、超よかった、こんなの売ってんだねはい、はい、ということで、それではバイバーイ、超嬉しいんだけど